お題は何でしょうか、部長。マイルドのやつ、精神的に来るか。どうだ。いやいや、部長、6万バイオ燃料、5万酸素って単位何それ。もう分からんすよ、部長。酸素の単位のさ、数え方知ってる人います？酸素って1単位いくつなんですか。ちょっと待ってよ。どういう状態で持ってくればいいの、酸素って。オキシじゃないもんね。オキサイド1個入れるとかっていう鉱石の話じゃないですもんね、いよいよ。酸素って何、どうすればいいの、部長。とりあえずこれ、バイオ燃料は燃料タンクがあるんで、燃料タンクを1個預けて、どんだけ数字がいくかっていうので、まあ単位は分かんないんですよ。バイオ燃料の単位も分かんないんですけど、とりあえずバイオ燃料は燃料タンクを1個入れればまず単位が分かるじゃないですか。酸素ってどうすればいいの。もう圧倒的な説明不足ですよ、部長。てかいろいろ疑問が湧いたんですけど、今ので部長って地球にいるんじゃないんですか。宇宙ステーションにいるんです、部長って。あれ、地球から酸素持ってこればいいんじゃないんです。宇宙ステーションに部長はいて、イカロスの真上の軌道かなんかに乗っかってるから。何、どういうこと、部長。それイカロスから毎回酸素を補給してたってことですか。しかもですよ、酸素発生装置は私作れますし、部長だってそっちにもちろんあるはずだと思うんですよ。だったらもう硫黄とオキサイド鉱石を送りますんで、そっちで酸素を発生させればいいわけじゃないですか。これもうそれがめんどくさいからって、もう酸素ごと送ってこいよみたいな、そういう感じというふうに私はですね、部長の指示、そういうふうに捉えるんですよ。これ硫黄鉱石とさ、オキサイド鉱石を送るっていうわけじゃなくて、もうそれすらめんどくさいってことってことですね、部長。聞いてます、部長、人の話。せめてね、なんかあってもいいと思うんですよ。こういう理由だから酸素が必要なんだみたいな説明がね。もうさ、文句ブーブー言ってますけど、ずーっと文句をひたすら言い続けてますけど、素直に動けって話ですけど。いやでもさ、現場はさ大変なんだから、こっちは。イカロスの現場はね、事件は現場で起きてんすから。そう、簡単な説明ぐらい部長あってもいいと思うんですけど、まあないでしょうね、部長のことだからね。多くは語らず、ね、最小限で動きましょうみたいな話。いやでもこれどう、1酸素ってどのくらいなんですかね。全然この酸素袋を1個満パンにして持っていけばいいとか、そういう話なのかな。オキサイドはとりあえずそういう感じ、オキサイドっていうかあれですよね、酸素はそれで持っていくしかないってことですもんね。でバイオ燃料は多分バイオ燃料のタンク、燃料タンクみたいなやつを1個持っていけば、その1個あたり、タンク1個あたりの単位が分かると思うんですよ。それで1単位とかだったら悲惨ですよ。バイオ燃料もこれ溜まるのめちゃくちゃ時間かかるんで、バイオ燃料のタンクを1個持ってっていくつ数字が溜まるかですよね。そこが問題なんですよ。だからとりあえず6万と5万って言われても、それが多いのか少ないかすらわからないと思いますんで、皆さんもそうだと思うんです、私もそうだと思うんです、現場はそうなんですけど、酸素の単位よ、そのだから例えば仮にですけど、その酸素袋をですよ、一つ満パンにして持っていって、それが正解かどうかもまずわからなくて、まあそれが酸素袋を満タンに持ってったとするじゃないですか、仮に。でそしたらですよ、いくつ数字がたまるのかっていう話で、これが1酸素袋だった場合ですよ、私は、5万酸素袋作らなくちゃいけないっていうことになるんです。さすがに1ってことはないと思いますんで、でも仮に100だったとしても500袋、あれ木が、
ね、だから単位だと思うんですよ。なんで一袋酸素袋を渡して預けた時に100だった場合でも500袋いるわけなんで、1個2個ならいいんですよ。酸素袋ってそんなに手間じゃないんですけど、まあ仮に1000だったとしても50袋ですよね。それもまあまあ大変なんで、いやまずはちょっとこのバイオ燃料1個と、酸素袋満タンにして1個ずつ預けに行きましょう。バイオ燃料のこのバイオ燃料用コンポスターを作って、さらにこのバイオ燃料を貯めるのも時間かかるんですよね。これね、ちょっとずつしかこれ溜まんないんですよ。だからこれ1個満タンにしようと思うと、どうすかこれ5分ぐらいかかります。これしかもこれ生肉の方が生成量お得ですね。焼いた肉だと5個使うけど、生肉だったら2個でいけるな。いやこの砂漠エリアは動物がいっぱいいるんで、動物の生肉でバイオ燃料作った方がいいのかなって。あの藁とか木材でもできるんですけど、藁木材で作るよりあんま少ないんですよね、植物が。だから動物のこれ生肉で作った方がいいですね。バイオ燃料1個と酸素袋1つ持ってきました。ここが重要だね。これで単位が分かるんで、これで何単位でいくかで、数が決まる。何個作らなくちゃいけないかが分かるんで、あーせめて1万ぐらいだったらありがたいけど、そこはないかな。じゃあ1個ずつ預けてみましょう。はい、部長預けました。これでどう？あー微妙ー。バイオ燃料は6個でいいんで、まあそんなにほっとけばいいんでそんなに大丈夫ですけど、酸素が1000かってことは、酸素袋を50袋作らなくちゃいけないってことですか、部長。あの酸素袋の1個上位互換というか1個上のやつで、この金属オキサイド酸素発生装置と酸素ボンベみたいなものがあるんですけど、それを作るのに電子部品がまたたくさんいるので、この酸素袋じゃなくてですね、酸素ボンベの方であれば5000とか1万とかいくのかな。でもね、それを作るための機械を、作る素材が鋼とか電子部品とかいろいろ必要なので、あーガラスエポキシ電子部品20個でしょ。これまたミルフィーユやらなくちゃいけなくなっちゃうので、これ鉱石が足りないか、また洞窟探さなくちゃいけないんで、これは多分容量がいいのは、あーどっちなんだ、酸素袋を50袋作った方が早いっすね結局。だから、カワハギ台を作って、カワを量産した方が結果早い気がするな。あーやっぱそうですね、酸素ボンベより酸素袋を作った方がこれいいですね。まあ、砂漠は動物がいっぱいいるんで、これカワハギ台で川の産出量をたくさん上げて、で動物を持ってきて酸素袋をひたすらたくさん作って、めちゃくちゃ酸素袋できるなこれ気持ち悪いですね数が多すぎて何でだろう、あの集合体恐怖症みたいなところあるんで、私あんまり同じものをたくさんね連続して見たくないんですけどこれ時間、あーまあでも硫黄とオキサイド、まあ硫黄はそんな減らないんでいいんですけど、オキサイドもたくさん取らないと、これあーまあ14つ、いや違うな、何個使うんだ、12、8個か。1つの酸素袋を満タンにするためにオキサイドが8いるので、いくつだ、ちょっと計算がだんだん追いつかなくなって、 50×8 なんで、400か、あ 50×8 4000か、鉱石オキサイドを4000鉱石集めて、動物はカワハギ台を作って、カワハギで見ないとわからないですけど、で50袋作ればいいってことですもんね。
まず結構溜まってきたのでこれバイオ燃料溜まったら一旦これ預けに行ってみますか。酸素袋だけでもね、これもう1回じゃ多分これ運びきれない、全然運びきれないですね。2、4、5、最初の列で持っていけるのが12の6で20個ぐらいか持っていけるんで、まあ、これで約半分ぐらい持っていけますかね。部長持ってきました。とりあえず半分ぐらいいくと思うんですけど、お待たせいたしました。これね、意外にねバイオ燃料が全然たまんないんすよ。これバイオ燃料溜まるのに1時間ぐらいかかるんじゃないのかこれ。いやそんな感じがしてるんですけど、はい持ってきました。これでとりあえず預ければ、酸素はとりあえず半分ぐらいいくかな。これでいや預けれるな、この容量がすごいな、預けれるわこれ多分数的に。はい、あー2万と1万9000、いやーこれだけやって酸素半分届かないですね。バイオ燃料も1万増えただけ。いやーこれ時間かかるぜこれ。出来上がった酸素袋はこちらでございます。いやー大変だったよ。これでぴったりいけるんじゃないか。ちょっと待って、持ちきれないな。この辺を置いていってもうギリギリで持っていくしかないですね。これでぴったり残り31かな、いけた。31持っていけばいいですよね。よしよしよし、じゃあちょっとお肉追加で持っていって OK。 これでドンピシャいけると思います。ちょっと待って、クーガがまずいな。あやべ、矢がない、矢がない。あしまった、武器全部置いてきちゃった。これいける、ちょっと待って、これ武器矢を作って、持ってこうとするとそれはそれで足りなくなるから、インベントリーがもう1回でいきたいですよね。1回で、いやでもさすがに矢がないのまずい。まあいいか、ツルハシで頑張るか。クーガはとりあえず避けって言って、よしこっちから回っていきましょう。ちょっとこれたげられると 困りますよね。この距離で死にたくないんで、 でも地味に遠いんでちょっと、あーハイエナいますね。避けながらうまく立ち回りをして部長のところへ届けに行きましょう。よし見えてきた、部長お待たせしました。これでバイオ燃料追加の分と酸素ぴったりいけると思うんですけども、これ入りきるかな。酸素ボンベだったら多分大丈夫だと思うんですけど、私酸素袋で持ってきたんで数的に問題あるかな。これで全部入れてどうだ、入りきれ、全然まだ余裕あるな。はあれ酸素袋が、え3つ足りない、嘘でしょ。あれぴったり持ってきたと思ったんですけど、妖怪3足りないか。あ違う違う、あごめん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 なさいごめんなさい、ベルト持ってた、焦ったベルトに持ってた。これを入れてかん、よーしちょっといいやつだな。ということで今回はですね、部長がまさかの単位でね攻めてくると思わなかったですね。1酸素いくつなんだって。まあでもこれではっきり分かったこともいろいろあったんでよかったんじゃないでしょうか。ということでまた次回の動画、次回のシリーズでお会いいたしましょう。お楽しみ様でした。